はい、はい、というわけで権限チャンネルへようこそ。ようこそとか言わなくね、俺いつも。久しぶりにあれやってくださいよ。ああ、365日、24時間営業、どうも、権限チャンネルですいただきました。はいはい、はい、っていう感じで結構ね、最初は頑張ってやってたんですよ。やったんだけど、もうね、無理よ。やっぱり初心に帰るのは大事なことですから。初心に帰って行っていただいて、はい、帰っていただいてってどういうことやね。でも頭回んねんね、眠すぎて、5時ね。ということで、今回やっていくのが、根源食堂シリーズ第2弾、ね、第2弾連続やないかい。今回はオイストクリテリウムに僕が撮影行ってきたんで、そちらの動画にちょっとそのクリテリウムの走り方とかも今回はアドバイスを先輩にいただいちゃおうかなと思ってます。オイストクリトリス、はい、というわけで VTR の、ね、早速もうちょっと話がなくなっちゃうんで、うん、行きたいと思います。はい、根源チャンネル、よし、ということで、じゃあ VTR の行きます。 VTR スタート。コメントできる。はい、で今自分はオイストクリテリウムの会場に来てます、ね、前回の動画見てもらった人なら分かると思うんですけど、前日に袖ヶ浦の100キロのエンデュロに出てて、でもだいぶ疲労が残っててやばいかなって思う、もうヘロヘロでそのレース自体はと思ったんですけど、来る時は意外と調子良くて割と走れたんで、そうですね、前回引き続きちょっと2連覇狙って頑張りたいと思います。雨だったんで、まあ、要注意人物の作戦が、要注意人物がやっぱり、まあ、高岡選手だったり、あと石井選手だったりがいるんで、そういう選手にね、僕としてはスプリントに持ち込みたいんで、まあ、逃げがいったらしっかりチェック入って、なんとかスプリントだったり、少数団のスプリントに持ち込めるように、あと今回はですね、うちのチームメイトに、クリキンっていう、このスプリントめっちゃ強い、全日本の競輪で確か8位だったかな。になってる、めっちゃスプリント強い選手もいるんで、うちは本当スプリントチームとして今回は逃げを抑えてスプリントに持ち込めるように頑張っていきたいと思います。で、今回も有力選手からコメントをちょっといただいていこうと思うんで、そちらの方をご覧ください。緊急速報です。ただいま入ってきた情報によると、前橋シクロクロスに出場していた高岡明宏選手が落車の影響により、負傷をしてしまい、オイストクリテリウムの出場が危ぶまれています。それでは、現場から現場の相原さん、そらジロー、ちょっとテンパってる感がちっぽい誰、まあ、今日はちょっと高岡さんが残念ながらちょっと骨折して出られないってことで、まあ、絶対的に、まあ、この人は逃げるだろうって人いないと思うんで、まあ、ちょっとみんな予想つかない展開になるのか、それとも、ね、ちょっと ここにいる寒川のクリキンこと中川くんが、規模が小さい時点で寒川って知らない人が分かっちゃうのかなってちょっと期待してます。なんか寒川神社だったら知ってるけど、寒川って多分知らない。根源チャンネルはい、こんにちは。誰がメイマックス、いやいや、ズチャンピオン50代の部分いただきました、山本です。よろしくお願いします。皆さんインタビューします。やばいやばい、今日の意気込みですか。今日マスターズ、シニアクラスで優勝させてもらったので、エリートも、筆匠君と中川君のアシストを頑張りたいと思います。よろしくお願いします。まあ、2日連続のレースでちょっと厳しい部分はあると思うんですけど、すごい影響力していただきました。楽しく頑張りたいと思います。ありがとうございます。このコースは、インターバルとコーナー、自分の苦手な要素全部詰まってるんで、まあ、練習のつもりで皆さんの胸を借りて頑張りたいと思います。レーシングクラブやってるんで大丈夫、メンバーがちょっと薄くなってますけど、ね、寝てんの寝てんのね、優勝狙えればいいかなと思うんですけど、寝てんの、寝坊少年がやっぱちょっと強いんで、いやいや、こいつも寝てんの、寝癖、まあ、ちょっと後手に回ると思いますけど、後手後手にならないように頑張ろうと思います。ニコニコすな、2連覇できるように頑張りたいと思います。レボーションね。だけだから誰がベイマックスや。ちょっと雨が降りそうなんで、今空気圧を 6.8 ぐらいでしたのを 6ぐらいに下げてるんですけど、で、まあ、急遽高岡さんがいなくなったんで、まあ、僕らはやっぱチーム3人揃えてるんで展開的には結構有利なんですけど、まあ、油断せず優勝できるように頑張りたいと思います。じゃあ行ってきます。最初降ってなかったんか。最初降ってなくて途中から降ってきたんですよ、雨が。寒いな。
レースの動画見ました？見てないですか？さあスタートしました。大磯クリッテリウム第2戦最終レースエリートクラス周回数が30周チローリング1周となります。さあご紹介していきましょう。ゼッケン1番トリクラフィッシュ、ゼッケン2番山本篤、ゼッケン3番中川雄人、ゼッケン4番石井翔平、ゼッケン5番高岡圭介。多くないな人数、今回人数多かった。朝いろいろ当たる、でもスカイも少なくなかったです。あ、でもそんなですよ、あの伸びてたんですが感じるマシコ友人、でもその DNF 今回は多くなくて、で、まあ、雨降った影響もあったのかわかんないんですけど、エキスパートの平均速度が速いんですよ。11番川村篤人、12番伊藤慎一、13番加藤光雄、14番藤本元気、15番永田純也、47番永井健太、18番塩俊平、期待の調子、19番飯田大輝、20番相原誠一郎、エリートが確か 41.6 とか、22番小沢拓人、23番柿崎ランド、24番藤島修、結構変わる、展開によって変わるやん。逃げてる方が早いから、確かに。27番古谷智和、28番 宮本孝義、そして29番佐久間亮となります。注目選手は高岡さんが注目選手というか、まあ、有力選手だったんですけど、今回も濃いな。高岡さんがいなくなった今だと、スプリント力ってなったらやっぱその中川プリキンと全日本チャンプをトップに、誰だろうな、プリキン一強ずつスプリントになっちゃった。来ました。さあギャラリーの方にお願いです。先ほどエキスパートの時にも言いましたが、今度はそれ以上に早く回ってきますんで、選手から目を離さないようによろしくお願いします。元から結構サドル高くてああいうペダリングと基礎的にはよろしくお願いいたします。さあいきなりこのペースで強かったです。来ました。もうこれおはようアタックじゃないですからね。ここのカテゴリーはモーニングペースアップ、でも引きすぎやろ。アタックじゃなくて毎度毎度なんてからみたいな、まあ、やっぱ人数多いんで、じゃあいつものやつ引かなきゃっていうのもあって、ここついてけないとエリートでは、そうですね、目立ってなんぼなんで、そうですね、クリアられますからね、まあ、あとついてね、はい、なんかちょっと結果出そうと思ったら積極的に動くしかないし、まずこのペースに食らいつくところから始めましょう。話はそこからだ。なかなかね、早い、早いよ。あ、そうですね、やっぱ石井さんがあと、まあね、石井プロが来ました。嫌なところでいつもアタックかけてくるんで、いやらしいかもしれない。さあ、SBC とかもね、足あるからな。いや、なんか言えよ、いやらしいかもしれない。なんか言え、他のこと考えてます。元気とかもね、他もっと足あるからなんか、うまく立ち回れば絶対もっと上位入れるんですけど、まだね、頭使ってないからね、本能で動いてる感じです。完全に、完全に本能タイプ。俺も割と本能タイプだからさ、頭使わないで。はい、身勝手に動く。限りありの方ですね。勝手に体が動いちゃう。そう、勝手に体が動いちゃう。頭で考える前、体が勝手に動いてるタイプだから。もう早速石井さんがバンバンアタックいってるんですよ。石井選手が。まあ、そういう展開しないと、こういう人やめましょう。さあ、スプリンターじゃない人たち。石井さんはね、まだ比較的落ち着いてますね。うちのチームも前2人乗せてるんで、そうですね、まずは俺は落ち着いたところから。休んでただけ。逃げてんのか、これ。ちょっと割れててみたいな。今回ね、高岡さん、ゴリラ出てないんだ。竹井さん、竹井選手。でもまあ、竹井選手は多分 JCL の最終戦とかぶってて。あ、そうなんだ。最終戦かわかんないですよ。JCL とかぶってたんですよ。昨日走って、今朝走って。JCL も結構最後長いっす。最近めっちゃ走ってたんですけどね。そういうタイプじゃないですね。中川もなんか逃げ決めるってめっちゃ張り切ってて。なんで俺に憧れてたの？なんか集団で走るのが嫌だから。さあ、石井長川といったところでしょうか。お前はむしろ集団に持ち込む。もうおなじみのメンバーが足使わないで集団スプリントがやだったけど、集団で走るのがそもそもやだ。この2名も力のある2名、この2人に乗って久しぶりのレースだから集団で走りとくのは乗ってく人は出てくるかな。まだいませんね。あれで最後に乗ったんすか。まあ確かに、まあ、あいつ最近強いもんな、なんか知らんけど強い。なんか練習時、まあ、喧嘩しますよ、俺なんかもう、喧嘩してねえよ、別に。だから速くて、いや、速くてとかじゃないと同じで黒と上げ方が雑なんよ、簡単かな。ちょっとね、抑え込んでますね。抑え込んでます。しかも、最初からそんな速くある人あるっていうのは黙った感じですし、そうですね、もっとね、こことかまだあまり大きな展開なくという形で、まあ今回は街でいいんですか、
どういうこと？要するにですかね、そうですね、SBC にはもう完全にこの中川選手を生かして様子見で後ろちょっと待機して、あとの展開備えようかなーな感じ。今回その人数多いんで、詰まりにくかったのもありますね。駒を打ってきた。いやもう眠いからコメントが思いつかん。本当に。もう寝そうですもんね。このまんま京都に行かなきゃいけない。やばいよ。新幹線流してみてください。ビブナンバー21番の川村が。でその後昼間から酒飲んで。さあ川村選手も非常に実力のある選手です。そしてその後ろは本物のエクストリーム出勤。出勤っていうか。全日本チャンピオンっていうと、あの5年が生まれるから。マスターズチャンピオン。はい、川村さんって、あの、なんだっけ？日本チャンピオン。チームどこだっけ？あ、でも、あの、来年か。チームわかんないですけど、結構、あの、小柄で、ハンドルすげえ低くて。あ、そうなの？毎回、すごい。嫌なところ、いい意味で嫌なところ。またこの流れやらせる。嫌なタイミングですごいアタックかけ、集めて、強えなと思っていつも。高田組って今40歳、あ、39なんだ。愛って40なんですね。いや、何の話だよね。もうどういうの、何ってなってる。見てる人たち。マジで。これはでも豪華なコラボですね。あんま興味ないけど。年齢に驚いた。あんまでもだって聞かないですもんね、J-POP。聞かないよ。興味ないよ。Perfume だけ聞く。J-POP だって J-POP じゃないから。可愛いんだよな。可愛いんだよな。音中の。最近そのバックナンバー。最近大人になった。どういうこと？大人になって感性が豊かになったから。そんなことはない。そんなことはない。いろんな曲。違う、あのカラオケで最近の歌歌えないと恥ずかしいと思ってですね。なるほど。確かに。パフューム歌わけいかないですよ。パフュームはそう歌えないから。でもヒップホップもたまに聞くんです。聞かねえ。聞かされてるだけで。覚えちゃいましたもん。覚えちゃうから聞かされすぎて。レックス好きって言ってましたね。言ってねえよ。この曲は好きだわって言ってた。まあまあいいって言っただけで好きとは言ってない。レース全く関係ない話で、ちゃんとレースの話。これね、僕思ったもん、ペルトめっちゃこれ邪魔なんですよ。あの邪魔だし、ブラッドバーなのが気になる。後ろこすりくかもんって、しかも謎なんだ。なんか落車がめっちゃ後ろの、落車があったり、反射がうるさいんですよ、ステーションが。説明好きでしょ。俺行った。絶滅危惧種の俺が行った。中田純也選手だ。めっちゃスタイルがいいっていうか、体格がいい。外国人っぽいもんね。マウンテンのダウンヒルの。確かに雲は低くなってきてるんですよね。さあ、雨もパラパラ。そして帰ってきました、先頭集団。まだ大きな動きはないぞ。さあ、石井をカウンター、カウンターの。そういうところでめっちゃ行かれてめっちゃきついんですよ。それをやるのがロードレース。めっちゃきついんですよ。でもそれを全て破壊してるのが昔の今度剣道。後ろで追っかけようかな。めっちゃきついんですよ、いい意味でですよ。さあ、これ前の方ちょっと動きが出てきたぞ。バローセロナみたいですよね、あのジャージ。ボンシャンスのジャージ。さあ、石井は佐藤選手は昨日っていうか前日の袖ガラも一緒に走って4位だった。石井翔平あたりギリギリね、スプリント俺が刺されなかった。ああ、そうなかった。あとゴールが多分1メーター奥だったら刺されてました。あ、分かった。すげえな。結構棒一列になってて、古谷さんなんで前かな。でも古谷さんも前日200キロ走ってるんですよ。あ、そりゃそうだ。200キロ走ってて、しかもこれもまたあの平均時速の話になっちゃうんですけど、僕ら100キロしか走ってないのに、と200キロの古谷さんはほぼ同じ集団と同じタイムっていう、6人ぐらいしかいない。いや大丈夫、俺ら1回7時間以上走ってから走って勝ってるから。確かに俺じゃないよね、でも勝った時。だから俺ですね、勝ったの。7時間俺勝って、そうです。大磯がお前勝ったの。でワンツーフィニッシュ。懐かしい。そんな大きくは振られてないですね、まだまだ。さあ、足台一つに戻りましたね。高岡さんもすごいですよね、って。あれはやばい。200キロ走って、しかも200キロ単独、後半から単独で走って、100キロのプロトに入る。でも、高岡さんのやっぱりあの良くないところはすぐ怪我する。まあ、まだまだ。骨折多すぎやろ。次どんな手打とうかな。さあ、それでしかも本当に意識してない。それでも、なんかね、多分あれがね、いい休養になってる、多分あれが。逆に怪我して休んでる。だってこれ、本当だったら、その、200キロ走って前橋シクロ出て、そこから大磯出てですもんね。200キロ走って前橋シクロ出て、あの前日に袖ヶ浦で200キロ走って、うん、で前橋シクロ出て、これの当日ってことか。そう、午前当日に怪我したんだ。そうなんです。朝に前橋でシクロレース出て、そこからスイッチ切れそうだよ。大磯出て、
若干なんかもね、頭おかしいんですよ。基本的に頭おかしい。若いのに何よりも強い人だ。しかも今、腕使えないのにローラー振ってますからね。年がね、もうなんか乗らないと思ったらなんだろう。ジンマシン出ちゃう。初段帰ってきますよ。いや本当に帰ってくると残り22周。お、せいちゃん。これね、これ絶対決まったと思うんですよ、駒踏んでれば。ただね、石井がまた行ってますね。確かに、これ決まるね、これ決まる逃げだ。これね、なんでやんじゃめちゃうんだろう。はい、行きますよ、普通に多分これ、はい、誰か行ってくださいと。この4人、ちょっと面白い4人じゃない。もったいない、もったいない、うん、え、もったいない、何でしょう、クリキン逃げたいのに何でしょう。クリキンはなんか、話によると、最初に石井さんと2人で逃げて、その時きつすぎて、もう逃げんな無理だなって話です。永田くんね、じゃあやるなって気始めて、あっという間にエリートまで上がってきましたからね。これちなみにこの動画は、福ちゃんが撮ってる。まだまだ、全然まだ何もしてない感じ。福ちゃんが撮ってる、撮影してる。あのこっちの動画は僕ライドさんから井戸から白骨ついたんやけど、もうインパクト強すぎて、そっちにちょっとえってなっちゃって聞いてるわけです。だからつけんな、じゃあ消せテレビ。なかなか発掘したら結構びっくりするやろ。死後から1年以上で3人やばいでしょ。で、年金不正受給者しかも名前が山本哲夫って。山田やったの。山本じゃん。山本だったの。それはあかんやろ。哲夫ホワイトジャージ。あ、じゃあ山田ほら、びっくりした。山田びっくりした。惜しかった。はい、すいません。ダウンヒルで一人でね、パーシュで盛り上がったんだよ。再生回数減っちゃう。少ないよね。絶対減らないんで。そうですね。結構用意どんで入って、決まんないみたいなっていうね、パターンですからね。だから追う人がいるから、ちゃんと追う人もいるし、多分前も途中で、でも俺途中で結構踏み切ったんですよ。まだね、横にあんまり並ぶことそこまでないですよね。これさ、全部見る。帰ってきました。びっくりした。飛ぶぞ。レースの動画は15分か20分。飛ぶぞ。1名14番の選手は藤本選手。立教してきました。ですね。さあ、すでに引きました。仕掛けようという動きはでも出始めてきたぞ、うん、出始めてきたぞ。さあ、そしてこのマスターズチャンピオンも今2番手で、何してやろう。シニアクラスで足をあっためておいた。何してやろう。いや、焦るとか見に行ったけど、もうだいぶ冷えてるよね。セクハラしてやろうかな。そんなこと分かんない。お前を老人形にしてやろうか。誰ですか、それは。なんあれ、世紀末のなんだっけ。いや、まだしかしなんじゃな、大佐じゃない、なんだっけ。さあ、今回は絶妙なのよ、もうちょっと分かりやすいの。調べて状態で指定外中。まあ、中入ったら動いてるんですよ、上がり下がり。それに続いて今回オーディションの会場行って思ったんですけど、なんかめっちゃ自転車乗ってるバイクが行ってます。前回高岡選手と一緒に非常にいい動きをしていましたし、乗ってるフリの子じゃない。かわいい、かわいい。すごい、みんないいガチガチの機材乗ってて、それがね、まずギャップで。あれじゃね、根源チャンネル出たかったんじゃない、みんな、美女、実は。実は結構見てて、いや、出たいみたいな。あそこに出るのが、ロードバイク女子のステータスになってくるんだ、今後。すごい思い上がったんですよ、めっちゃ素敵。誰も思ってない。思ってない、誰も思ってない。怯えてますよ、怯えてる逆に。いやー、あいつ、やばいやばいみたいな。あのチャンネルだけ出たくないみたいな。逆にあれ、そしたらヒロミさんとかヨシコに失礼やろ。だとしたら逆に。もうすごい好評なんで、ちょっと12月もやっていきたいんだけど、単独で行ってくれば。そうですね。赤は俺の出張先であれするとか、なんか細かい、お前も来ちゃうんですよ。なんだかんだ一番ね、見てもらってる企画だから、一番いい企画だよ。中入ってみないと。僕らも楽しいし、大きく横に広がって腹の探り合いマックスな感じ。さあ、川村選手かな、これ行ったのは。そして先ほどの13番加藤選手といったところ、加藤選手も強かった。めっちゃダンディーなヒゲ、山本ダンディーなヒゲを生やした。グリーンジャージが渋くてかっこいい。何か狙ってる選手が後ろにポツポツいる感じがするんだよな。上昇のトリクラ君なんか本当スペシャルしかいねえじゃん。そして先ほど大きく動いてた石井選手、いつもね動いていきますからね。もう後ろいいんですけどね、乗ってるやないか。めっちゃいいんですよ、この辺の名前。またでもやっぱね、前のも全然違う話になるんですけど、もう個人的にスクルトよりも的に、ね、ただね、前回なんですけど、前回中岡さんが最後動けず終わった。
この地味な、ね、地味なベンジのその上げ下げ、で足結局削り合いになって最終的に結果ペースは速くて最後スプリントで沈んでしまうってこともあったので、いつもならね林に高岡さんが仕掛けてるんだけど、多分あれあそこまでにも結構やられるんだよね。ベンジが好きなんですよ。パッと見派手さはないけど非常に削り合いになってるってね。そういう時にあのトリクラは強い。そうや、最後までしっかり残ってスプリントあって、そう意外とね、あの誰が一番好きですか？前出てきてなかったけど、いやもうドラケン一択、ドラケン一択だよ。だよあのフォルムとかじゃなくて、あの優しさ、男として、いや優しさが素晴らしい。俺ねこれめっちゃね言われるんですね、うん、すごい。単感っていうか、うん、なんでって言われるんですけど、さっき言った知ってるよ、バックブックに貼ってあるもん。サイコパスやろ、はい、違うんですよ。それをマークしてるのが藤本元気あたりも前に上がってきた。服を知るとかっこいいってわけじゃないですか。今ただトリクラジャージー最後死ぬし、あげましたよ、聞かれて死ぬし。いやでもすごいと思うじゃん、あんだけなんか緻密にやって。あげたっぽく見えたんだけれど、あ、俺行った、アタック行った。サンビのカード、あ、メガネ見てください、俺のアタックを。メガネ、どうですか、メガネを、結構ハイのアタックを。ということは、結構さ、コーナーのところで行くの、まあ、パラパラ、ずっとね、今はめっちゃスローダウンしてたんで、ゴーグルスローダウンしてるとこ行ってもみんなアスプラだけだから辛いですね、意味ない。ゴーグルが自動ワイパーでもついてない限りな、ね、ったら、もうみんながマチコマチコ行ってて、うわーみたいな時に緩まった瞬間に行くのが一番。だってさっきまで66.9 度で 57% ぐらい、めっちゃきつかったんですよ。今 71% まで来てます。さあ SBC が攻撃仕掛け始めた、ね、俺思ったのはね、中がついてくるんだ。そして藤本元気がそれにくっついてくる。まあお前もあったけどな、何度か、何度も、いや何度もあったよこれ。あれでしょ、鳥倉君の削ってやろう攻撃でしょ。削ってやろうかな、これ。まぶたが重くなってます。まあ後ろ剣士団が行ってますね。うん、さあトリクラ、これ多分ここで下がるかな。トリクラがローテーション入れていくんじゃないでしょうかね。ヘビーローテーション、ヘビーローテーションしました。で遠藤選手がブリッジ。 AKB だったら誰が好き？ AKB トモチンです。トモチン好きです。さあトモチン好きなら絶対俺が好きな AV10 好きやん。誰ですか？ジェネタにペース上げましたか？ジェネタくなって。でも俺結構ブログでは紹介されてたけど、大谷貼っときましたから、中一応リンク、アマゾンからですよ。俺ね、あの整形顔が好きみたいな。さあ、トモチン、なんかトモチンに似てるって言われて、その大谷エリカ。俺、大谷エリカとトモチン似てないと思う。そうかというところまで来ます。トモチン好きじゃないし。俺もって大谷エリカ好きじゃないですか。でしょ？じゃあトモチン。だって踏んでないもん。様子見でしたね、さっきの。だからほら、あの遅い目覚めだったか。嫌な感じの。なんでこのチャンネル見てるの？わかんない、なんかたどり着いちゃった。ほら、石井さん行きますか。石井さんは誰好きだと思ってた？AKB。さあ、後ろでなんか狙ってるかななんて言ってた石井が。まあ、AKB じゃないですか。AKB じゃないか。な、あ、ユキリ。中というところで石井が。柏木ユキ。これ今左からはちょっとか渡辺舞。ほらめっちゃ飛びました。ここ微妙に集団割れてるの。やばいね。雨降ってる。雨降ってる。それきついね。この途中から雨降ってるの。コナさん基本 K-POP じゃなくて韓国系ですもんね。好きなの。うん、そうか。さあどうなる。ほぼ興味ない。うん、あと愛人っぽい人。あ、断蜜とかですか。いや断蜜はきすぎだな。愛人っぽい人って誰？なんかエロい雰囲気。あ、橋本まなみとか。あー、悪くない悪くない悪くない、大人な感じのね。そう、悪くない。でも最近なんかゼロイチファミリアっていうなんかその事務所があるんだけど。え、知ってますよ。あ、めっちゃ可愛いんだけど全員、はい、あそこにいる系も結構好きだよ。俺ゼロイチファミリアのなんだっけな、はい、インフォメーションです。インフォメーションです。配信部結構好き。この店舗になってしまったので、この後の表彰式はやりません。ゼロイチファミリアになんか令和の愛人って呼ばれてるやつがいて、午後のレースの表彰対象者は、受付の方に行ってください。繰り返します。いや俺はめっちゃ可愛い。表彰式もうこの状態ではやれなくなってしまうので、めっちゃ可愛いじゃん。動画やん。いや全然動画じゃないです。動画、あ、まあだからこういうの好きやん。小松菜奈とかさ、声っぽいじゃん。小松菜奈可愛くないって言うんですよ。可愛くない、可愛くない。
めっちゃ可愛いですよね、小松菜。あいみょんにしか見えない、小松菜。似てる時ありますけど、だとしてもあいみょんも可愛い。可愛くないし、あいみょん魚やな、ナマズみたいな顔してる。これはマジでコメント怒られるわ、ファンに。いや、マジ叩いていいよ、叩いていい。やめろやめろ、ボロクソに。これだったらもういいよ、コメント入れていいよ、そのアンチコメント。小松菜なら可愛くない、いやね。てか皆さん、じゃあコメント欄で小松菜なら可愛いか可愛くないって。すいませんけど、マジで B 戦なんすよ。いや、お前が言うな。俺の方がだってめっちゃみんなから支持得てますよ。そんなことはないよ。 B 戦コンテストしたら。でもさっきの俺見てた韓国人めっちゃ可愛い言うてた。めっちゃ可愛い。なんかさ、やめろよ。違うんですよ、なんかね。もういいから。何欠落してるとこがある、たまに。え、そのお前も欠落して目離れてるとか。目離れてる。出っ歯が好きとか。みたいな感じ。お、雨降ってますね。めちゃくちゃ雨降ってる。バカリズムの古い見えないやん。わかんないね、ごめんね。静岡県の持ち方だ。あ、ヒキさん、ここ持つと折れるから。さあ、やっぱ上手いですよね、生き所が。でもね、中川がね、もう力でねじ伏せるんですよ、ここは。さあ、仕掛けが入った。これ3周ですよ。石井選手かな、また言ってるのはさ、石井選手、そしてアウトバーン5点間の選手に中川選手がくっついていく形。石井さんですか、うん、石井さんの足が長い。さあ、やっぱこのあたりの運営機ちょっと怖いぞ。今回1回も俺ら止めてないから。止めるとこがないもん、レース中始めた。リスクもなり始めるから。危ないとこもないですよ、やっぱ。車載じゃないから。はいはい。中川で全部潰すんですよ、今年は。本当はこれも中川がエース。中川の僕より全然スプリントあるんで、中川をエースにして、残り5周でまあレース動いてなかったら僕が全部逃げ潰して中川足止めてっていう話はしてたんですよ。でもその前の中が動きすぎて足ねえだろと思って、それに全部こいつ逃げ潰しちゃうしと思って、もっと俺がスプリントしようと思って、逆に俺が足溜めてたんですよ、これ。5番目ぐらいで。ここはまだトリクラのアシスト。だからもう中川も全部潰してみたいな思ってるのかな。そのトリクラは5番手。中川もそこそんな低いっていうぐらい引いてくれるんですよ。そんなに早く行ってないんです。そうよね。中川も結構走り始めると俺だ俺だ俺だタイプだった。最後までスプリントで残しとこう。それででもね、足が持つのがすごい。そうですね。全員でコーナーではもう調整しないよ、はい。うん、もう最後までこのペースで行く感じですね、はい。間違ってないと思います、はい。急な雨なんでまだ埃が浮いてきてる。そうなんです。今ね、今攻める時間帯じゃないんですよね。もうちょいね、早い時間からダバダバ降ってくれれば、はい、グリップ力もいいんでしょうけど。これ動画で見るとね、結構空いてたんですよ。大磯で雨降ってると、ね、みたいな短縮とかなったりするんですけど、今回はグリップ力雨も含めて30キロフルのレースになってますからね。タイヤが短縮って言えるタイミングが路面のなんかあるね、エボリュー、トラックエボリューションみたいな。走れば走るとグリップが上がるんだよ。そのトラックのコンディションが良くなる。これはマシコと、そして先ほど再三動いている16番の南、それを追ってアウトブラウン5点場の、アウトバーカットかな、はい。制限速度ないやん。かっこいいっすね。絶対速い。追っていくのが中川。さあ、いい位置に変わらないトリクラあたり。そしてその後ろに、ね、パクリやん。そうなってるし、パクリやもん。ここでそう抜いた時に、中川ごめん俺スプリントするわって声かけて、あなるほどね、抜いたんですよ。スプリントに絡んでこそ。でも中川はもう多分さっき足溜めてたから、あもう足めっちゃ使ったからもういないだろうと思って。残ってるのはむちゃくちゃ攻撃足が速いよ、いるみたいな。さあ集団は小田原コーナーへ。もうこれはゴールスプリント、なかなか激しいゴールスプリントになるのは予想できそうだ。足溜めてたんで、さあ立ち上がってくる、立ち上がってくる。いい位置だね、これは。いい位置ですか。いやちょっとでも大きく横に広がる。ちょっと早い。何名絡むんだ、これすごいな。さあトリクラ来てるな、トリクラ。早いけどよく保ったね。結構射程範囲やるぐらいなんですよ、ね。トリクラ来た、トリクラ来た。でもめっちゃ後ろが誰か来てると思って、めっちゃ来たなと思って。さあお前かいみたいな、お前かいみたいな。あれ怒られなかった、バチンってやって。はい、最後中川が追い込んできましたね。そう、中川は行くか、トリクラ食うか、仲持ち仲間で、ね、同士打ちみたいな。そして、ね、終わってから言ってました、根源チャンネル最後させなくて悔しかったかな。チャンネルがーってなんか出てぶっ壊れてくる、大丈夫。ちゃんとやり直したね。先生おめでとうございます。ありがとうございます。え、福ちゃん、これ福ちゃんが動画撮ってくれてます。今日レースどうでした。声がなんか違うし、本当は中川のアシストで僕がいたんですけど、うん、最後の
人の逃げとか全部中川が結果的に潰してくれる形になっちゃって、でもう途中でそれで中川進んで僕エースって形で変えたんですけど、中川がめっちゃ視点が強くて最後5周ぐらい全部逃げとか潰してくれて番手で2位取ってくれたんで、本当今日はもう中川のおかげの結果で、あーはい、おめでとうございます。した後です、後半の雨はなんかフィーリング的には変わらなかったですか？僕は結構コーナーとか苦手じゃないん で走る前も空気圧 0.5 気圧ぐらい予報を見て落としてたんで、8ぐらい落としてた、そんなにただサングラスの連携のシビアじゃなかったのがね失敗でしたね。はい、皆さんおめでとうございます。いや何も喋らんのかよ、2人は2人は何も喋らんのかよ、ね、帰ってきた。どうでしたか、Vlog みたいになってるやん、なんか会場寒すぎてもう、そうそう、秒で帰りたいみたいな、秒で帰りたい、ほっとします。あれもないじゃん、表彰式、表彰もなかったじゃん、今回。ああ、ない、寒すぎて雨降ってきちゃったんで、本当にありがとうございました。寒い、また次回はレースでお会いしましょう。では、なんだこの締まりのない感じは、家の下で撮ってるんですよ、これ。でも締まり、テンションもバカ下げですよ。まあ確かに、何この最後、誰やねん、これ。俺はもうこれ定着させようかなと思って。チョリーすか、お前、お前、木下ゆきなか、お前は。っていう感じでした。オイソクリティリウム、以上です。で、ね、そう、今回、オイソ、浅尾さんからカメラマン、写真撮ってくれて、浅尾さんから賞金ついてて、やばいね。エキスパートエリートのカテゴリーで。いくら？言っていいんですかね、これ。今でもいいんかな、まあ、ロマンっていうことで、撮った賞、そうだね。結構でも、普通に多い額で。100万ぐらい？結構多い額。100万ぐらい、100万ぐらいもらってるらしいです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。やばいね。ということでね、まあ、そういろんな方のおかげで、まあ、オークライトさんもですけど、レースができてるんで、ね、本当に、うん、何のチャンネルってなっちゃって、分かんない、ちょっと自転車業界に感謝するチャンネル、自転車業界に感謝、うん、知らんけど、あんまないけど、そんなに。ということで、今回のテーマは、感謝を忘れずに生きようということでした。悟りでも開いたのか、お前は。どうでした、大磯は、ちょっと最後、総括コメント。いや、なんかまあ、全体的に突っ込むところはあんまりない。ただの多いぞ、まあ、勝ってるし、まあ、やっぱなレースのあれなんつうんだろうな、車載じゃないからっていうのもあるけど、まあなんかゆるゆるっとした感じで、まあそのね、ゆるゆるっとした感じがおいそくれてるもんなっていう。確かにそれがね、良さ、身内だし、みんなせいちゃんだしみたいな。すごい斜めってますけども、体が、いや、から違う、なっちゃう、これが斜めってんの、で何の話で、締まらなくなっちゃうから、これ。もうこんな感じでね、うん、このコーナーもこんなゆるゆるした感じでいいのかな。まあいい、いい、相席食堂みたいな感じ、相席ゆるゆるやん、確かに、そんな、そんなおもろいこと言ってないから、あいつら。いや、長州力が面白いだけだから、あれは。いや、これ多分、大悟と、うん、千鳥の大悟と、また千鳥の大悟やったら多分面白くなります。この動画でも面白くできます。無理やろ、わからんから。うん、どこをちょっと待てっていう、これもう、このシリーズを通して、この僕らのね、ツッコミレベルの上達にも注目していただければと。俺結構いいと思うけどね。確かに綺麗よく言ってると思う。トーンがいいっすね、コンさん。一回言ってもらっていいですか、じゃあ。何を？ちょっと待てって。という感じで、はい、以上、オイソクリティリムでした。はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。したブログの方にレースレポートもよかった、ちゃんと真面目なレースレポートも書いてるんでよかった。真面目なの今回は。レースレポート僕は基本結構真面目に書いてるんで、ふざけた感じじゃなく書いてるんで、よかったらそちらも。らしいです。ご視聴ありがとうございました。はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。高評価の方は、まあ、気が向いたらよろしくお願いします。そんな感じで僕は京都に行ってきます。ではまた。お疲れ様です。クランクアップです。おいそくだったね。ダメでしたね。おいそくだぐだだったね。マッシーなんかあいつはもう疲れてるから行かないとか。今日？いや、おいそのそれがあるの次だったじゃないですか。はいはいはい。俺の方がレースでてるから疲れてる。意味わかんねえ、疲れたから。あいつよくわかんねえんだよ。夜飯だけ食いに来ましたよ。どういうことやねん。俺と中川で打ち上げしようっつって。ちっこやん、疲れてないやん、あいつ。